評論家のですね、三浦瑠麗さんというですね、まあ綺麗なおばさまいるじゃないですか。あの方がですね、コロナウイルスに関して、コロナで死ぬ人にも、コロナによる不況ですか。例えばいろいろ自粛っていうふうにやってったら、それによるその経済がだんだん萎縮していって、で、その不況でですね、会社が倒産した、で、首吊って死んじゃったという、そういうコロナ不況で死ぬ人にも同じ一人であると。ウイルスで病気で死ぬ人にも、不況でですね、経済がまあ立ち行かなくなって死んじゃう人も同じ死の一人であるはずだと。であれば、総量としての死者を減らすのがポイントじゃないかというふうにおっしゃってます。つまり、コロナウイルスの被害者を減らすことを考えるあまり、経済不況が起こって、それによる被害者の方が増えてしまったら何にもならないという考え方ですね。で、まあこれは三浦瑠麗さんらしいですね。大変クレバーな考え方なんですけども、ちょっとサイコパスっぽいんですね、正直言うと。で、少なくとも政治的な言葉ではない。政治的な発言ではないと。政治と行政というのは違うんですよね。これはね、今言った三浦さんみたいな考え方っていうのは、行政官僚が考える発想法で、政治家にプレゼンするときに使う言葉なんですよ。で、政治っていうのは何なのかというと、じゃあ行政に対して政治っていうのは何かっていうと、言い方悪いですけども、どの死に方に重みを与えるのかっていうですね、それを測る仕事なんですね。つまり、同じ一人の死でもどっちの死の方が重いのかって考え方ですね。例えば、今の僕らの世界では交通事故で死ぬ人間が、なんだろうな、100人増えても世の中では大した騒ぎにならない。しかし、年間ですね、日本での殺人件数が100件増えると大変な騒ぎになります。つまり、僕らはですね、行政的に言えば同じ死の一つなんですけど、政治的にですね、交通事故で死ぬ人より、殺人事件で死ぬ人の方が、我々の心に大きな衝撃をもたらし、そして政治家なり行政なりに、何とかしろ、何とかしろ、何とかしろというふうに庶民は言う。こういうふうな形になっている。だから、人間の死に重みを与えてしまうっていうのがですね、政治の仕事になります。コロナで死ぬのも、コロナによる不況で経済が生きなくなって死ぬのも、同じ一人の人間の死なんだよっていうのは、僕みたいなサイコパスが言う言葉であってですね、今、日本国民が直面しているのは、まあ、世界中の人もそうなんですけども、政治問題なんですね。実はみんな、コロナウイルスに関しての問題というよりは、政治問題で、を、なんかこう、直撃して、それで悩んでるわけですね。だから政治問題であり、正義とは何かという問題に近いんですよ。その意味では、一時期、サンデル教授の授業で有名になったですね、トロッコ問題と同じなんですね。トロッコがあって、で、暴走していると、ポイントを切り替えるしかないと。一方のトロッコの果てにはですね、子供が一人いると。もう一方のポイントに切り替えたトロッコのレールの果てには、老人が三人いると。じゃあ、一人の子供を助けるべきか、三人の老人を助けるべきかと。で、これっていうのはもう数の問題でもない、数値の問題ではない。その人たちがこれから生み出してくれる経済的利益で考えるべきとかそういうものではなくて、何を正義とするか、何を美徳とするのかっていう、極めて政治に近い、死に重みを与えるやつなんですね。だから僕らはですね、このコロナに関してはニュースをすごい見ちゃうし、その度ごとに政治家なり行政なりですね、お医者さんの発言なりで自分の中の政治感が大きくぐらついて、まあまあパニックになってるんだっていうふうに考えています。人間にとって現実っていうのは理解できないし、理解したくないもんだと俺思ってんだ。なんで人間っていうのは宗教というのを持つのか。それは神様信じるんだけども、宗教って不思議なんだよ。神話っていうのがある。神話の中で人格心があると。例えば、冷静で論理的なローマ人がギリシャ神話信じたっていうのはすごい意外だよね。彼らは兵団で勝つと、ローマ兵っていうのは兵団で勝つというぐらい、個人個人のものではなくて、いかに道路を整備するかとか、いかに食料とか人間を排除するのかで勝っていたっていう、とことんまで合理的な民族で、だからこそ地中海世界っていうのを征服できた。それがローマ帝国の成立なんだけどさ、まあもう今から2000年以上前の話だ。でも、その彼らでも神話というのを必要としていた。それは何かっていうと、僕が思うに、現実というものは、なんだろうな、現実そのものでは、今の僕らですら受け入れられないもんなんだ。だから、ヘラは、例えばゼウスの妻ヘラは、なんだろうな、嫉妬深いとかさ、バッカスというのがいて、酒ばっかり好きでとかさ、怪神ネプチューンは怒り
が抑えられないとかっていうふうな形で、現実の社会とかの動きっていうふうなものを一度人格化したり物語化しないと僕ら把握できない。だからこそ僕らは民主党であったり小沢さんであったり政治家たちの動きがすごい気になる。それは現実の自分たちの生活レベルに影響がある政治だからかっていうのではなくて、現実というものを理解しようとしたら一度神話なり物語の形に関してでないと受け入れられない。それが人間だからだと思うんだ。僕らの人間としての類人猿としてのだよな、ホモサピエンスとしての脳の処理量とか脳の許容量っていうのはそんなに猿時代から膨らんでないからさ、この複雑な社会そのものがちゃんと頭に入るように僕はできてないと思ってんだよ。なので一度お話化したりキャラクター化したり神話のような形でないと理解できない。だからこそなんだろうな、かつての人たちは宗教を必要としていた。では現代人はなぜあんまり宗教を必要としてないのか。それは現代人がなんだろう、物語から解放されたから、科学が十分発達して迷信から解放されたから。とんでもない。そうじゃないよね。俺たちにはテレビがあったからなんだよ。あるからって言ってもいいけど、テレビがあった、あるし、テレビがあったから僕らはそこから物語を入れることができるので、すでに古臭い古典的な擬人化された宗教っていうふうなものを使わなくてよくなったんだ。だから僕らが欲しいのはキャラクター化、物語化して世界を自分の内面に取り込むという手法が欲しかっただけで、それが宗教しかなかった時代もあれば、戦国武将たちがそれを語ってくれた時代がある。そうすると宗教というのは相対的に落ちる。だって戦国武将たちの関係とか、あと明治時代の幕末の人間の関係とかが宗教の代わりになってくれるからね、世界を理解する。だから僕らは何だろう、今テレビでもの、世界というのを理解している。多分戦前から戦後の日本人っていうのはそれを歴史上の人物で理解してたんだよな。歴史上の人物をキャラクター化して坂本龍馬とか織田信長とか家康はというふうな言うことで世界というものを理解していると。でも今僕らはというかもう僕らはもう違っちゃってんだけどさ、かつての10年ぐらい前までの日本人っていうのはテレビをいっぱい見ることによってなんかこう日本中で起こってる事件とか世界中で起こってる事件っていうのをなんとなく理解して、それに対して正義とか悪とかいいもの悪ものとかどっちがどうだとかブッシュがどうだとかいうのを分かってるような気がして、だからテレビの中でも今この悪いやつは誰なんだとか今いいやつは誰なんだというふうに僕らはついつい探しちゃう。それはなんだろうな、程度が低いことじゃなくて人間の本性だと思うんだよ。人間っていうのは社会というのを理解できるように脳が作られてないから、だからお話なり神話なりキャラクターなりの構造でないと入ってこない。ここまでは、まあ、昔僕も言ったことがあることを焼き直して説明してるだけだし、多分大半の社会学者とか、精神科の人たちも僕が言ったことと言葉の細かい定義が違うかも分かんないけど、大体同意してくれると思います。さて、このテレビの影響力が弱くなってきた。で、みんながまずネットにログインするようになってきた。そうするとどうなっちゃうのか。これまで日本人を一つにまとめていた物語として、ローマ人を一つにまとめていたギリシャ神話、ギリシャ宗教のようなものがなくなってしまって、日本人を一つにまとめていたテレビによるキャラクター、テレビによる世界の見え方、東京という情報の中心地があって、そこには芸能人という人たちが住んでいて、だから芸能人という人たちも同じ人間で揉めていてっていう、まるで僕ら昔の人が雲の上の神様同士が権力争いしたり浮気したり嫉妬したりするのを自分らと関係するようなことで世界と自分との接点を何とか探してたのと同じように、僕らはワイドショーを見て、で高島夫妻のなんか離婚だとか、あと政治家同士の揉め事だとか、あとなんだろうな、サッカーの監督がどうなるとか野球の監督がどうなるとか、そういうふうなものでこの世界全体をなんとか分かろうとする、そういう切ない生き物なんだけど、このなんだろう、接続が切れてしまう。なんでこれ俺が大事なのか。いや、ネットがあるから同じでしょ。違うんだよな。テレビのチャンネルは圧倒的に有限なんだよ。6チャンネルとか8チャンネルぐらいしかない。CS とかあるでしょと言われても、そんな CS っていうのはさ、みんなニュースとか見るのに使わないから、せいぜい6チャンネルとか5チャンネルぐらいしかない民放局っていうのがあって、そこではほとんど
人材の流通とかも横方向の流通も多いからさ、ほぼ価値観が統一されてるんだよな。だからどのチャンネルのニュースを見ても同じようなものだということは、実はこの日本においての神話構造、世界をどのように捉えるのかっていう、テレビを見たら世の中のことが分かるというのはほぼ同じものが与えられてきた。つまり日本人が日本人としての民族的なアイデンティティというのはテレビが与えてくれてたと僕思ってんだ。それがなくなっちゃったっていうのが、そのさっきの、みんな家へ帰ったらまずネットを見るっていうことなんだ。つまりネットは無限なんだ。テレビの有限性に比べて、テレビっていうのはさっきも言ったように5チャンネルか6チャンネルぐらいしかなくて、1日に24時間しか放送してないから、せいぜい有限な情報なんだわ。でもネットの中の無限な世界にアクセスして、そこで見てると日本人が日本人である、その神話構造っていうのかな、お話として世界を把握するっていうのが、そのお話の数が無限にありすぎて分かんなくなってくると思うんだ。でね、はいはい、ごめんな、話をいきなりこんな話してしまって。宮崎は民放2局、それはそう、あのね、だから地方都市行ったらさ、地方都市の人たちの方がお祭りとかって仲いいじゃん。あれなんでかっていうと、俺民放局が少ないからだと思うんだよつまり情報が有限であればあるほど、そこの人間の地域文化というのは活性化するし、情報が無限であればあるほど、そこでの各コロニーごとの文化というのは発生するんだけども、共通の日本人とかネット民とかそういうようなものはない。だからあのね、人によってはネットで選挙できるようにしたらとか、ネット民たちの意見をまとめて俺たちから政治家出したらこの世の中が変わるっていう人もいるんだけど、俺かなり疑問だと思うんだよ。ネット民っていう統合された民族はいないと思う、さっき言った理由で。なんでかというと、ネットもは無限すぎる。有限情報の中で見るものが一定化されたら、そこの中で文化も発生するし価値観も作れるんだけども、これだけの広いところで自分の好きなものしか見ないってことができたら、そんなもの発生しない。ネットの中で生きていく僕らは、多分ネット民という文化を持たずに、各々それぞれが自分の所属しているクラスターっていうのがどれぐらいメジャーなものか分からないよね。みんなジプシーだよなって書いてるけど、本当にそうだよね。みんながジプシーで、何が怖いかって、どれぐらい自分がジプシーか分からないし、どれぐらい自分がアブノーマルな存在なのか、どれぐらい自分が流れの中心に近いのか、どれぐらい自分が大きいイワシの群れに属しているのか、それとも自分が所属しているのは案外小さいイワシの群れなのか、よく分かんない社会に生きている。占いや信仰宗教とか、まあまあ教義みたいなものを信じるかどうかなんだけども、僕多分ストレートにその神とか宗教とか占いとかを信じてますかって言ったら、いや信じてないですっていうふうにこうポンって答える場合あるんだよ。でただそれは普通に信じてないというんではなくて、俺は性格悪いから信じきれないんだけどねというニュアンス込みなんだ。で、ほとんどね、なんかうーん逃げみたいなもんなんだろうね。本来は神様も占いも割と信じるべきであるって思ってます。信じるべきって言い方が正しいんだろうね。それは何でかっていうと、世の中のことってさ、理解できなかったり納得できなかったりするのが当たり前なんだ。で納得できないとか理解できないっていうのを飲み込むことによって人間っていうのは行動できるんだよね。なんでそうなのか納得できない、なんでそうなのか理解できない、で将来がわからないっていうことが不安でしょうがないっていうのが人間なんだ。でそれを乗り越えるための手法として占いがあったり宗教があったりするんだよ。だから本当言えば僕らは人間が死んだらゴミ箱に捨てていいはずなんだ。人が死ぬっていうのはペットが死んだら燃えるゴミに出しちゃっていいはずなんだよ。まあまあ衛生上どうかというのはあるんだけど、燃えるいわゆるあれは生ゴミの一種なんだ。でも死体はそうじゃないじゃん。僕らにとって誰か家族が死んだ死体とかペットが死んだ時の死体っていうのは、埋葬したり供養したり手を合わせたりそれを思い出したり葬式したりという儀式一連で自分たちの心の中で落ち着けていくものだと思うんだよね。で占いとか宗教というのはそれの一部であって、それをゼロにして、いやそういう不合理なものは信じないとかないっていうのは、だったらお前葬式すんなよって思うんだよな。
葬式を肯定する代わり、それは人間の心を落ち着かせるためだとか遺族のためだって、だったら占いも宗教も全部同じなんだよ。でなんかね、その辺のことを考えて、僕は囲碁を、囲碁って言っても35か40超えてからだと思うんだけども、あんまりその占いとか宗教っていうのをネガティブに語らないようにしてるの。でもそれは俺も40超えた頃からぐらいだから、若い頃はエンジン全開でそんなもんないんだとか欺瞞だって言ってるのが、まあ俺若いやつの特権だと思うからそこはそこ、皆さんはそんなものねえよとか、なんかこう嘘だとか言ってても構わないと思う。ただ35とか40ぐらいだったらちょっと思い出してみてね。特に誰か親しい人に不幸があったり、ペットが死んだ時にすごい悲しい時の落としどころとして、何かないと人間はダメなんだな。でそれは決して悪いもんじゃなくて、人間っていうのはそういうふうに合理と論理だけで生きれるもんじゃないと。だって論理モンスターと言われた俺ですら、そういうなんだろう、葬式みたいなものって大事なもんだと思ってんだからさ、そういうのないとやっぱ人間変になっちゃうと思います。論理とか科学っていうのは宗教に中から生まれたもんなんだよね。まあ、かつてこの世界っていうのは迷信しかなかったんだ、宗教以前ね。宗教っていうのと迷信とは違う。迷信っていうのは雷が鳴ったらへそ隠すとか、そういうふうなもので論理体系がないんだよ。で宗教というのはこのような迷信に論理体系が与えられたものなんだ。でかつてこの世の中には迷信しかなかったと。で、闇の中っていうのが存在したんだ。でもこの世界に宗教という神の光が照らされた瞬間に、その迷信がそれぞれくっついて合理化されて、で、何とかの神、何とかの神とか、いろんな神様が生まれて、この世の中がまるで説明可能になったんだ。でこの宗教が生まれて、神様が生まれた瞬間に、まあ、光が当たるんだけど、光があったら当然影があるじゃん。で影の部分は昔は名前がついてなかったんだけども、神が生まれた瞬間にその闇には名前がついて、その闇は悪って呼ばれたんだよね。だから悪い悪っていう概念はおそらく神様っていう正義がないと生まれないものなんだ。でそっから先科学、宗教の中から科学が生まれたら、科学の方が光が強くて照らす方向が違うんだと。結果的に科学や論理が強くなればなるほど、昔の悪っていうのが消えてしまって、で闇の部分は宗教とかいうふうに呼ばれるんだと。論理的なシナリオでは悪人っていうのが設定しにくいのと同じだよね。めんどくさい話をしてるよ、ごめんね。でその窓まぎの世界っていうのは科学の中から生まれてるんだ。論理的なシナリオだからね。で、キューベイが実験としていろいろやったことで、この世界っていうのができてるんだけども、だから本来だったら窓まぎは、クライマックスで、テレビ版の窓まぎでは、窓が神になっちゃったから、あ、宗教になっちゃった。じゃあ宗教になったから、善と悪が存在するのかという単純な話にできりゃいいんだけど、そうはいかないんだ。なんでかというと、窓まぎは、僕らの世界の宗教ではなくて、科学から生まれた宗教。科学では解決できない問題っていうのを解決するための宗教として出てきてるからね。で、なので、神の光の対抗する闇っていうのは、独占できない執着心とか愛っていうふうに語られてる。ここら辺が窓まぎのそのシナリオの独自性だよね。これの光を当てると闇ができると。光があれば闇がある。ここまではいろんなアニメや漫画で言うんだけども、神様の普遍的な愛で、独占的な愛っていうのが闇になるっていうふうに言った作品で、俺あんま見たことがないんだよな。だからすごいその辺はなんかキリスト教的だなと僕前から思ってるんだ。で、キリスト教っていうのってさ、愛情っていうのを普遍的な存在にしたじゃん。面白いことにキリスト教って、恋愛とかさ、親子の愛情っていうのを一段下に置いてるんだよね。で、そうじゃなくて神の愛っていうのが本当の愛であって、で、兄弟とか親子とか同胞の愛情っていうのはそれより劣るものであって偽物であるという位置に置いてるんだ。で、窓まぎっていうのは、その自分が持ってる個人的な愛情と神様が持ってる普遍的な愛情とを対抗させる話なので、バットマンリターンズ的だとも言えるし、ベルセルク的だとも言えるんだ。だから、世界中の多分映像作家が21世紀の今やろうとしている問題の最前線に並んだので、俺、これぐらい評価高いわけだね。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。